撮影順番で分かるかと思うんですけども、この番号で、今日です。今日の夕方ですね。まあ相変わらず春山整骨院に来た連中、まあ、16時から17時過ぎまでの間、録音してるんですけども、まあその時の内容で、これはまた意地悪にこう音が出にくくしてるっていうところがね、ちょっと変なんですけど、ちょっと待ってくださいね。音をずっとね、聞こえるようにしとけばいいのに。動画の最後の方で、老婆が絡んできてるんですよ。背の低い老婆。髪の毛、茶髪から金に近い状態。時刻はね、まあ17時ぐらいですね。トゥーダさんで回りますとか、なんかもうわけのわかんないこと言ってるでしょ。もう税金使ってしまった方や。最後皇族側ですとか言ってましたけども、各自がね、自分たちが皇族側って名乗って、だから何なのっていう話なんですよ。悪いことしたかしてないか。国連単位。で、淡井ケースが今、佳子様の文句を言ってるんじゃない、皇室の人の文句を言ってるんじゃない、春山整骨院に証拠りもなく集まってきて金回してきたやつだ。そいつらのことを、正そうとしてるの。ルール、法律で。今度も、もうここに書いとう。もう、先ほど、20時過ぎぐらいに帰ってきてから、いっぱいね、車が止まっていて、まあ、この名称、一時停止をしてもらって、これ打ち込んでもらったら出てきます。こういう動画。車のナンバーと、高級車ばっかり集まってきてる。なんかトヨタ車がどうこうとか何か言ってましたけども。まあ、ここまで全部書いてますからね。あとはまあ、この刑法のその後の集団的なところのこのあたり、まあもう、はっきり言いますよ。為替捜査か何かで、捕まってたでしょ、社長が。三井住友グループの。去年かその前の年。そうそう、コロナウイルスのワクチンのデータの入力の仕事、ビルシステム24。まあそこも動画の再生回数多いです。1万回超えてるところは超えてますね。で、その帰り道の時に、タオジ駅を降りて、階段下っていった時に、そこの社長がね、もう摘発された後のニュースはその2日後ぐらいに流れてるんですけども、軽自動車でそこの交差点、田尾寺駅の前、ど真ん中に止めて、
まあ、交差点は5メートル以内進入車、停車しちゃダメですからね。5メートル以内のところ。これは道路交通法でそうなってます。そういうのもね、他の動画で、記載されてます。だから、春山整骨院に出会いして、いろんな人間といろんなこと喋ったら、もうしてしまった後なんですよ。すべて。で、その中に、もう大体エロ業界の人間、あんだけ集まったら多分紛れ込んでる。これがもう本当の話。まあ、その辺のこととかも書いてるから。まあ、これ、見といてもらったらいいと思いますよ。また同じような内容貼り付けておきます。